バラシュ派の師匠、バラシュ派は、ロシアのモスクワ州中部にある都市。人口は2007年時点で18万4900人ほど。2002年国勢調査で14万7909人。1989年ソ連国勢調査で13万5841人。1970年には9万2400人だった。 モスクワの中心部からは東に2 5トルで、モスクワ市の市境からは東へ4トル。バラシュハ地区の中心都市であり、モスクワ側の左支流、ペホルカ川に沿う。ペホルカ川とその支流は、南北4 0キロ、東西2 0キロの範囲を覆い、19世紀には、綿製品工場へ工業用水を送るために、無数の小さなダム湖やダム池が作られた。 周囲は森に囲まれ、都市公園や、貴族の邸宅跡の庭園などが散在する。ウラジーミル街道、イサークレビタン、1892年バラシ派は、ロシア語では、珍しい地名であり、その語源をめぐって様々な説がある。テュルク諸語で宿を意味する、バラシから来たという説や、バラシという、 名の裕福でチンギス藩の家系にも連なるタタール人がこの地に邸宅を構えたという説がある。最も一般的な説は、竜金家を意味するバラフから来たというものである。この地には古い村がいくつかあったが、バラシ派は比較的若い町であり、1820年代に成立した。都市型集落になったのは1928年のことであり、 1939年に死となった。バラシュ派の街は、モスクワから、東のウラジーミルやニジニノブゴロドへ伸びるウラジーミル、街道が通る。この道は、モスクワ港が、ウラジーミルスーズダリ大公国に向かう時に通る道で、モスクワの商人が、ニジニノブゴロドで開かれるマカリエフの定期誌に通う道でもあり、政治犯がシュベリアに流刑になる時に通る道でもあった。ソ連時代には、 にじにのブゴろドがゴーリキーと解明されていたため、ゴーリキー街道と呼ばれた。バラシハ駅1830年には、化学工場が創業し、その周囲に集落ができた。1830年代から1860年代まで、大きな綿製品工場がこの地域で創業していた。19世紀末にはこの地に鉄道が通り、バラシハ駅が開業した。バラシハは、 周囲の村落を併合して拡大した。アンドレー・ラズモフスキー校の辞書だったゴレンキ、コリツン家の辞書だったペフラヤ・コブレフスコエなどもバラシ派へ併合された。バラシ派の一部であるサルティコフカは長年芸術家畜として知られていた。画界サークレビタンは1879年、ユダヤ人迫害の高まりを避けるためにこの地に住んだ。彼はモスクワ近郊の穏やかな景色を主題に、 多くの風景画を描いている。小説家レフトルストイもこの地をしばしば訪れた。モスクワラジオセンター13。バラシュ派に所在し、高さ300メートルと高さ176メートルのラジオ塔が立つ10月革命を経て、ソビエト連邦が成立すると、バラシュ派には多くの工場ができた。1930年代以降は、重工業化に伴いバラシュ派は、 工業の一大中心地となり、夜勤工業、航空機工業、機械工業などの産業が立地した。独ソ戦では、戦場とはならなかったが、多くの工場が地方に疎開し、市民多数が戦場に向かった。その中でもカチューシャロケット砲部隊を率いて戦い、戦死したイヴァン・フレオロフは、この地の記念碑や博物館などにその名を残している。ソ連時代には、 国内の多くの場所同様、バラシ派でも聖堂が取り壊された。アレクサンドル・ネフスキー聖堂は1960年代になって取り壊されたが、2002年に元の場所に再建されている。バラシ派にはモスクワを防衛する大きな陸軍基地があったため、ソ連時代には閉鎖都市として外国人の立ち入りは制限されていた。また、 ソ連防空軍の第一軍団の司令部の所在地があったほか、現在でも戦略ミサイルの基地やロシア民間防衛問題、非常事態、自然災害復旧省などの施設がある。バラシュ派のアイスリンク。プロアイスホッケーの試合が開催されるバラシュ派は、モスクワ都市圏でも最大級の郊外都市で、今日ではモスクワに通勤する人々の住居が広がる。 同時に重工業の中心地でもあり、機械工業を中心に、化学、製材、繊維工業などが立地している。その他、科学研究機関もいくつか集まっている。バラシ派は、現在でも東のウラジーミルやニジニノブゴロドへ向かう、交通の用地であり、ニジニノブゴロドへの鉄道本線が、通り駅がいくつかある。これらの駅からは、モスクワのクルスク駅へ向かう通勤列車が出ている。 M7 幹線道路が通るほか、モスクワ市の市境をモスクワ環状道路が通る。モスクワへの通勤は多くのバス路線やマルシュルート化が担う。バラシ派には多くの音楽学校が所在する。また、プロアイスホッケーチームの HKMVD バラシ派が本拠を置く。ありがとうございます。